古典が開かれている東区のギャラリーでは、美濃陶芸協会の副会長も務めた佐藤和二さんの作品140点ほどが展示されています。オリベ焼きの特徴とされる深い緑の釉薬を施した器が数多く並んでいて、皿や湯飲みなど普段使いしやすいように厚みや形にこだわった作品は全国各地の飲食店でも使われているということです。 展示されている作品は購入することも可能で個展は今月21日まで開かれています。